英傑対戦解説実況やっていこうと思います。今回はいつものノーマル縛りとは違って、コラボ EX カード縛り、これを戦友対戦でやってきました。やろうと思った理由はサムネにもあるバージケースケ、このカードのベースになってる我が屍を越えよの SR 尊敬に思い入れありまして、まあ、縛りプレイヤーになる前君主名紫龍でやってたんですけど、三国志対戦2で初めて全国大会決めた時のデッキが、まあ、屍尊敬6枚屍だったんですよね。で、まあそういう思い出のカードなんで今回どうしても使ってみたくなって組んでみたんですけど、このデッキかなり強いんですよ。まあちょっと今のエクストラのこの少ないカードプールで組んだデッキが本当に強いのみたいに思われるかもしれませんけど、この今回出てきた松の地冬、あのカードを、まあ、自分と味方1枚に武力と速度上昇をかける計略で、自分が突撃入れた相手の武力を下げるっていう計略なんですけど、その投げ先としてまあ最適解じゃないかなって思うのが大きなんですよね。まあ当然投げ計略と攻武力でダメ系にも強い高知力との相性もいいし、で速度上昇が入るから状況によっては2部隊で突撃入れて壊滅させることもできるしみたいな感じで、でですね、そういうまあ絡めてというか崩してく計略もありつつ、まあ大型号令として王騎がいて、で士気の軽いアシリパさんいて、でまあ超絶号令としてまあその疑似的な屍尊敬ことバジさんがいてっていう感じで、かなりまあこれ普通にガチデッキじゃないかなって思うぐらいには戦えますね。で、この試合なんですけど、試合の実況の方を移っていきますが、開幕ちょっとまあ奥義叩かれたんでその分だけ城取られちゃいましたけど、まあ、指揮は相手が4でこっちが5で、まあ流派は城取られた分こっちの方が溜まってはいるんですけど、まあちょっとこのリードのまああんまりいい開幕じゃなかったかなって感じですかね。がっつりちょっと牙の工場を取りに行った結果、返しでまあデカめのダメージ受けちゃったんで、でここもまあちょっと欲張りすぎかなって感じですね。これ多分4部隊全員丁寧に返してれば、次もまあ相手のターンが来る際にまあそこまで痛手を負わなくて済んだんですけど、ここちょっと2部隊取られちゃうと、まあこの後の守りだいぶしんどいかなって感じですね。再起ありはするんですけど、ここで再起叩くと結局アド取られただけ状態になっちゃうのと、まあそもそもまあ、このちょっと弱い再起なんですけどね、これ叩いちゃうとまあ相手に相手奥義造園とか大構成とかじゃないんだっていうんで、結構守りに入られちゃうことが多くなるんで、できればまあここはまあ時間稼いで再起残したまんま立ち回れればなって感じですね。で、松の地冬相棒との共闘、まあ、この計略が本当にもうさっきも言ったんですけど王騎との相性が良くてですね、とりあえずまあ濁して守るぐらいのことだったら適当な号令は大体なんとかなるって。でここ相手が多分ちょっとまあ範囲入れ損ねたか誤爆したかみたいな感じなんですけど、これもう強引に潰しに行ってもいいかなって迷ったんですけど、どの道変えられる場面なんで、それ追っかけて強引に行くぐらいだったら確実に、ここら辺潰してって、でライン上げて屍につなぐみたいな感じにした方が確実かなって思って、牙2枚無理して追わない選択取りました。この地冬結構効果時間は短いんで、で相手がここで宗神難攻不落打ってくるんですけど、これ、まあ、宗神も宗神で効果時間だいぶ短いんで、士気7と同時に、バジ打って、まあ、
総陣が切れる頃にはまだ続いてるかなって感じですかね。でこの覚悟の継承、まあ最近覚悟っていうとあれですよね、あの例のブルアカのハイグレとか、まああのハイグレ決めることを覚悟と勘違いされがちな最近の流行りですけど、まあこの計略ですね、かなりまあ屍孫権、あの現三国志の屍孫権との違いで言うと、あっちは切れた後号令なんですけど、これ切れた後設置陣形なんで守りで使うとですね、相手にまあこの陣形の範囲外使われて戦われたっていう機会ができちゃうんで、できれば攻めで使いたい感じですね。こういう感じで敵上で死ねばそのまんま攻め継続で、陣形内でほとんど戦うこともできるんで、守りで使うのはまああの2試合目の方でちょっとこういう感じで使うかなっていうのをちょっとやってみてるんで、そっちもまた見ていただければと思います。こんな感じでまあ1試合目はこれで落城ですね。でですね、このまあ、冬も多分そのうち動画にするかなって思いますね。この計略本当にまあすごい可能性感じてて、スペック自体は山内和豊から知力を1引いた形にはなるんですけど、まあその裏の手として優秀な計略仕込めるならコスト非武力も下がらないし、かなりいい計略じゃないかなって思います。というわけで2試合目、まあ、相手はかなり全国ランキング高い方なんで、ちょっとまああんまり雑なプレイはできないかなって感じですかね。まあそう言いつつもこの大きなボディを押し付けに行ってるんですけど、で相手は全体的にもう知力の高いデッキなんで、馬場は誰に当ててもいいみたいな状況だったんで、まあ一番武力の高い高杉に当てれたのはいい感じかなって思いますね。でここは柵使って、地冬を止めてやり消して、でそのまま高杉に乱戦しに行って、これはもう武力11の暴力でゴリゴリ削っていく感じになるかな。いや本当に王騎とかいうカードこれ強いよなって思いましたね。もう普段使ってるノーマル縛りだとあんまり、まあ今のカードプールだと高武力使う機会もないし、そもそもが4枚デッキ使う機会っていうんがまあほとんどなくて、英傑大戦で4枚デッキ使ったの初めてじゃないかなってぐらいなんですけど、いや英傑大戦の4枚デッキ強いなって思いましたね。三国志で使う分にはどうしてもちょっとあのこっちは内乱取れない、相手は内乱取れるっていうんがあって、三国志でやる4枚デッキって上手い人相手だとなかなか城取れなくて、まあ、上手い人相手って本当にもう工場早々通らないんでね、三国志のシステム上で内乱取るしかないって取った時に厳しいなっていうんが三国志の4枚だったんですけど、英傑は逆にこの高コストがある程度の高さにいたらもうどんどん走破ゲージ溜まってくんで、むしろ低枚数のデッキほど内乱取れるみたいに感じてもおかしくないほどには英傑の4枚って強いなって感じましたね。使ってみてこんな感じでね、もう大きなボディこすっていくだけでゴリゴリ押していけるっていうのが強みだなって思いました。で相手ここ六文銭の祈り使ってくるんですけど、ここめちゃくちゃ迷った場面なんですよ。ライン上げて大きい打って白一気に取りに行くか、でアシリパさんでアイヌの毒矢打つか迷ったんですけど、ここ大きい打った場合って大きいが武力18になっちゃうんで、まあその武力18を高すぎに吸われて返されてってなった場合に、これその次相手のターンがめちゃくちゃきついなって感じたんで、それよりはもう確実にアシリパ使って、まあ、取れる分取って、でまあ式2と式4の交換にはなるんですけど、アシリパってかなり効果時間も長いし、相手のこの城から出てくるところに削り入れれるだけで次の攻めだいぶ苦しめられるかなと思ったんでアシリパ打ちましたね。で特にこういう相手のまあデッキ的にも
まあ相手のデッキ多分増援系だったりとか大攻勢系なんじゃないっていう読みもあってアシリパ打ってる感じですね。でまあここ相手のターンが来るわけなんですけど、まあアシリパあの大きいやっぱり効果時間短いんでこういう感じですんなりスーって帰ってきて相手のターンが来るときにこっちも万全ってことあんまりないんですよ。まあ、そういうのもあってあのじっくりいける計略打ったって感じですね。で相手はここ望月千代目に対してこっちは守りで覚悟の継承を決めていきます。でこれなんですけどこの撤退した場所を中心に、円形っていう感じなんでまあこの相手のデッキだったらそのばらけるまああのそんなに逃げられること範囲外から逃げられることないかなって思ってここで中央で死ぬことを意識して立ち回ってますね。特に相手はこのメインアタッカーが槍兵の高杉なんでそこから離れて戦うってなると大移動しなきゃいけないんで、まあ、大移動させれるならさせれるでまあ悪くないかなっていうのもありますね。で相手はここでまあ増援に、武力上昇付きのやつですね。でここも本当にもうあの僕のめちゃくちゃミスしてるんですけど相手ここ四季流派に溜まってるから高杉打てるんですよ。それを忘れてこれこの後松の地踏み打っちゃうんですよね。これほっといても相手は高杉打たなきゃいけない局面だったんで相手に高杉を使わせてから松野を打てばよかったんですけどこれで先に松野を打っちゃったことによって、まあ、この武力26をコピーされちゃうっていう、まあ、大変なことになるんですよね。そうこれあそっか四季流派に打ってるから四季あるじゃんってこの時気づいたんですけどまあだいぶ手遅れですね。でここはもう騎馬オーラガンガン出しに行って高杉晋作槍オーラ出させます。もうこれはっつかれるとかなり厳しいんで、まあ、相手の唯一今残ってる槍兵なんで突撃ちらつかせてっていう感じでここをただ地冬が撤退してまあこのギリギリ浅差しラインじゃないまあ、三ツ矢よりちょっと前の位置にいたんでこれ突撃通るかなと思ったんですけどそもそもこれ今見ると三ツ矢が工場ラインのちょっと手前のところだったんで普通に浅々しい位置でしたね。でこれ大きく突っ込んじゃって撤退してでまあ再起20秒再起ですね打つ展開になっちゃって相手は後方式4溜まるとほぼ同時ぐらいですね。これ後方式打ってきてで再起打った直後に撤退させちゃってっていうもうめちゃくちゃ悪い流れではあるんですけどこのリードまあこういう時ですねここでまあ四季5で打てるっていうのがすごい強みでまあ松の地冬打ってまあ突撃してそのまんま敵上になだれ込んで取り返す展開になりますかね。ここちょっともう内乱走破取られるなぐらいのラインまで来られてたんで、まあ、万が一ちょっと手違いで入っちゃっても大丈夫なように一応攻めはしておきますって感じですね。でここの迎撃なんですけどやっぱ上手い人ってこの刺し方してくるんですよね。この初速で迎撃取ってくるのただこれそう地冬って初速迎撃取られるってことは速度上昇値が 1.25 倍以上あるってことで、まあ、おそらく 1.4 倍って言われてますけどいろんなところだといやこの計略本当にもう強いなって思いましたね。っていうわけで今回の動画でした。あれこれなんか地冬の動画になってないかまあいいかっていうわけで、ここまで見ていただきありがとうございました。